ちょっとお尋ねしたいんですけれども、はい、売り物件の看板というかあれを見て電話させていただいてるんですけども、ありがとうございます。あ、はい、場所がなんですけれども、はい、笠岡市大江浜、はい、はい、で元々パン工場だったククポーレっていう、あ、広いとこです。はい、あれって いくらなのかなっていうのを知りたくて電話させてもらって、はい、なるほど。もう、グリーンの柵がされてるのは全部、人、うん、こう、と言いますかね、こう、全面、こう、道路に接してるところなんですね。はい。道路に接してて、今公園に接してますけど。ああ、そうですね。公園に接してて。緑地と言いますか。はいはい。で、緑の柵というか、フェンスというか、ありますよね。そうです。あれでも囲まれてる、まあ、もともパン工場があったのもう一角全部が3億9000万円。4500坪ほどありますが。4500坪。あ、わかりました。どうもありがとうございます。はい、よろしくお願いします。はい、失礼します。あ、資料送りましょうか。もしそうですね、送っていただけるんでしたら。